我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回は講座の要望が多かったラフの描き方について話をしていこうと思う。ラフというのは絵を描く上での大まかな設計図を意味する。これからラフをきれいに描くための方法を実演してみせよう。新規ラスターレイヤーを用意し、名前を当たりとしておく。鉛筆ツールの粗い鉛筆を使い、ペンの太さは2ミリにしておこう。まずは当たりを描いていく。当たりとは四角や丸、線を使い大まかな形を取ることだ。この段階ではパーツの正確性は気にせず、ザクザクと描き進めよう。当たりを描き終わったら、レイヤープロパティのレイヤーカラーを適用して、黒い線画を水色に変えておこう。透明度も半分ほどに下げておくと良いであろう。新たなラスターレイヤーを作り、名前をオーラフとしておく。先ほどの当たりをガイドにしながら、細かいポーズや表情を描き込んでいく。この段階では、大まかな髪型や衣装、表情やポーズなどを決める程度で、細かく書き込みすぎたりしないようにしておこう。オーラフが完成したら、当たりレイヤーを非表示にして、オーラフレイヤーにレイヤーカラーを適用しよう。オーラフレイヤーの透明度を半分以下にして、新たなレイヤー、ラフを作り、ペンの設定を先ほどよりも細い 1.5 ミリに変更して、先ほどよりもより細かい絵を描いていこう。パーツを細かく描き込みながら、左右反転機能なども使い、デッサンの狂いや細かなパーツの位置調整も同時に行うと良いであろう。先ほどよりも細いペン設定にしたため、細かなところを描き込むことができるようになった。オーラフレイヤーを非表示にして、ラフレイヤーだけにしてみると、随分と線がまとまっていることがわかるであろう。このようなラフを分けなければ、線がごちゃごちゃとしてわかりづらくなってしまうのがわかるであろう。ゆえに、ラフを描くときにも細かくレイヤーを分け、線を見やすくまとめることがデジタルで絵を描く上で大事になるであろう。これで、綺麗なラフを作ることができ、絵を丁寧に清書することができるようになった。では、この方法でどのようなことがよりよくできるようになるのか、いくつか例を見てみよう。図のようなキャラクター同士が重なった絵を描く場合、見えていない部分を描くのはとても難しい。そこで、各キャラクターごとにラフを描き、見えていない部分を削除すれば、複雑な構図も簡単に描くことができる。また、このような複雑な構図やパーツの重なりを描く場合、同じレイヤーで描くと修正が大変な場合が多い。そういう場合は、パーツごとにレイヤーを分け、ラフを描けばパーツごとの修正が可能となり、他のパーツに影響を与えることなく修正が可能になるぞ。これで少しはラフを描くという意味や描き方が分かったであろうか。ラフをきれいに描けることが、イラストをきれいに完成させることにもつながる。それを忘れるでないぞ。次回は、今回やる予定であったキャラクターの顔の描き方について修練の書を用意しようと思う。ではまた、最果ての地がうぬらと我を引き寄せるであろう。この絵にし、忘れるでないぞ。ぬわー、はっ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 は。